2月4日5日の2日間南会津町と東京都文京区の雪ふれあい交流事業が開催されました。南郷から東京都文京区の小学校へ雪を運び、雪遊びなどで交流するイベントです。4日は南郷地区の高校生や文京区から訪れた皆さんが力を合わせ、雪を集めてトラックに詰めました。また移動しましょう。このイベントにボランティアとして応募してくれたのは地元南会津高校生。初めは緊張していました。毎年参加して楽しいですか？今は楽しくない東京行くの楽しみ？はい、はい、結構去年もやって、はい、毎年こちら参加して、はいはい、去年も東京まで行ったの。そうですね。楽しい次第に文京区の皆さんと一緒に作業をするようになりました。いやすごいね、もうこんなたくさん雪を。どう、疲れた？でも楽しい。また来年も参加したい。どうもこんにちは。あ、こんにちは。少し一休憩休憩、ジジイは休憩今日は東京から。東京からです。あの、昨夜こう夜の6時夜の6時に出発して10時半に宿に入って。そうでしたかこの雪のイベントは毎年参加させてもらってます。13年目。どうですか、参加してみて改めてどうですか？毎年、いや、あの、毎年ね、少しずついろんなところを改善してってね、ええ、楽しいです。いや、文京区とね、この南会津がこうして交流できるっていうのはね、不思議な感じですけれども。不思議ですよね、ええ、あの、たまたまね、はい、私の友人が、はい、この南郷出身の酒井恵三君がいるんですけど、はい、南郷出身で、私が飲み屋で、それこそ、ええ、ね、あの、こっちはいくらでも雪が降るって話になって、はい、で、文京区の子供たちに雪遊びさせようよなんていう、それこそ飲み屋で、はい、ヨタ話から始まってる。あ、飲み屋の飲み屋でこう飲みながらね、はい、まあね、1回2回できることあるかもしれないんですけど、はい、それが13年続いたっていうのはやっぱりそれぞれ、ね、あの、地域を巻き込んだり、うん、あの、行政を巻き込んで、はい、やってった、力なのかなと思いますので、あの、我々の夢は将来その文京区と、はい、ね、南会津が友好都市っていうかな、なんかこの都市間交流がもう少し、ね、行政でつながっていければ面白いかなと思います。今のところは、はい、まだこれ民間交流、民間交流、NPO との、はい、だから それを少しこう、もう少し、ね、いい形で行政を絡めていけたらいいのかなという夢はあるんですイベントですけれども、あの、どういうきっかけで始まりましたか？始まったのは今から13年前ですね。この南郷地域出身の方が東京におられて、はい、まあ、文京区と豊島区にそれぞれおられたんですけども、はい、その方たちが、あの、自分の子供が小学校にいたので、はい、その子供たちのために南郷から雪を持っていけないかということで、まあ、町の方に相談があったんですね、はい、その時に、そういうことでしたら、あの、雪がこの地域は冬になると邪魔者にされているのが役に立つならば持っていって、はい、交流を始めましょうという形になって、小学校の PTA、はい、親父の会と、町の方の、まあ、同級生の担当の方がちょうどだったことでいたもんで、はい、それで始まったんです、ね、それがこうやって1年ずつ続けて13年目を迎えるという形になりました。映ってる子が多分こうだと思うんですが、はい、あの辺にいる子どもたちは、はい、13年を迎えるんですが、最初の1回目2回目の子どもたちが大きくなって大学生社会人になって、もうここに継続してっていう続けてきてくれてる。
今なんか話を聞いたんですけど、皆さん子供のたちほど心からこのイベント参加してっていうのもいますね。あで大学生にもなって大体そんな感じですね。すごいですね。毎年来る魅力があるんですね。私なんか中学生の頃に初めて来た時に、はい、ここで食べて美味しいって思って、はい、それで大学生でもう社会人です。社会人ありがとうございます。あと何ですか。トマトジュースも好きです。トマトジュースも好き。ありがとうございます。南郷トマトジュースも好きです。南郷トマトジュースありがとうございます。行き詰めを終えた後はみんなで一緒にバスで東京に移動します。この日詰めた雪はトラック4台分、文京区の2つの小学校に運ばれます。